皆さんこんにちは。元光源氏のリーダーで最年長メンバーだった内海光司さん、55歳となった現在もジャニーズ事務所に所属し、俳優などの活動をされています。プライベートでは結婚されていないようですが、年収も高く独身貴族を満喫しているということでしょうか。今回は元光源氏の内海光司さんの近況について調べてみました。現在何をしているのでしょうか。年収1000万円という噂は本当なのでしょうか。結婚しない理由としてジャニー喜多川氏やマネージャーの性加害が原因であるという噂は本当なのでしょうか。気になる噂話について真相に迫ってみたいと思います。55歳となった内海光司さんは現在何をされているのでしょうか。光源氏解散後の活動を見ていきましょう。1995年9月3日に光源氏が解散してから内海光司さんはソロ活動を開始しました。アイドル時代から行っていた俳優業に軸足を移し、近年では活動の幅を舞台にも広げています。アガサ・クリスティ原作マウストラップからネズミ捕りからには2003年の初演から参加し、以降も再演再々後含め100ステージ以上に出演しているそうです。2020年頃からはクリスマスイベントを行ったり、テレビ出演など佐藤敦弘さんと共に活動したりすることが増えています。2022年3月30日から放送開始した BS 松竹東急のレギュラー番組、またこんなところでキャンパーズでは2人で MC を務めています。そして2022年8月19日の光源氏がデビューした35周年の日に佐藤敦弘さんとのユニット U&S を発表し、アーティスト活動を再開させました。光源氏のメンバーのうち現在でもジャニーズ事務所に所属しているのはリーダーであった内海光司さんと佐藤敦弘さんの2名のみです。内海光司さんはジャニーズカウントダウンライブにも一度も出演していないなど、ジャニーズアイドルとは一線を画した活動をされています。ただ2011年4月に行われた東日本大震災支援プロジェクトマーチイング J の募金活動には参加しています。ただジャニーズ事務所の後輩と舞台で共演することも多く、その際には気さくに話しかけるなどいい先輩として接しているとのことです。ということで内海光司さんの現在は舞台など俳優のお仕事が中心であることが分かりました。ただ佐藤敦弘さんとの U&S の活動もスタートされており、今後はアーティストタレント活動にも期待ができそうです。現在はテレビなどで見かけることがほとんどなくなった内海光司さん、今の年収はどのくらいなのでしょうか。ジャニーズ事務所の給料形態は昔は歩合制でしたが、現在は給料制となっています。また過去の功労者にはジャニーズ年金と呼ばれる保証があり、現在表立って活動していない人でも年収1000万円ほどの金額が支払われていると言われています。内海光司さんの出演歴を見てみると、舞台は年1本ペースで、その他は先に紹介した BS テレビのレギュラー番組、雑誌の連載程度の仕事量です。今の仕事のみの収入で考えると年収は500万円にも満たない可能性が高いですが、かつて一世を風靡した光源氏のリーダーということで年収1000万円程度のジャニーズ年金が支払われていると見て良いでしょう。ただジャニー喜多川社長が亡くなり、藤島ジュリー景子社長の新体制になり、2023年9月から東山紀之さんが新社長に就いたことでジャニーズ年金の存続はどうなるか分かりません。ジャニーズ事務所のソロ歌手として大ブレイクした近藤真彦さんでさえ女性スキャンダルがきっかけで首同然の形で退所に追い込まれました。近藤真彦さんが退所した際、東山紀之さんは温情をかけることなく冷静に対応していました。近藤真彦さんは現在のジャニーズ王国を築く上での功労者であることは間違いありません。しかし1990年代後半くらいからは目立った芸能活動もなく、レースの方に軸足を置いていました。後輩たちの面倒を見ることもあまりなく、事務所から役員報酬のようなものをもらいながら自由気ままに過ごしていたという形です。だから後輩が稼いだ金を使って遊んでいるだけの人という認識もあったのでしょう。にもかかわらず長年ジャニーズのトップに君臨し、偉そうにしている姿が許せなかったのかもしれません。東山紀之さんの当時の発言はそういった関係者の思いを代弁したものではないかと言われています。
内海浩二さんが同じような処遇になる可能性は低いですが、今後は今までのようにただ事務所に所属しているだけで大金を得られるわけにはいかなくなるでしょう。近年、佐藤敦弘さんとの活動が活発になっているのもそういった事情が原因なのかもしれません。現在も年相応の変化はあるものの、変わらぬかっこよさを保っている内海浩二さん、結婚しない理由についてはジャニーズ事務所で発生していた性加害も関係しているのではないでしょうか。ジャニーズ事務所では長年故ジャニー喜多川氏の性加害問題が噂されていました。近年は元所属タレントからの実名告発の動きも加速し、単なる都市伝説ではなく実際に起きていた事件として物議を醸しています。光源氏についても被害があった可能性は高く、光源氏の候補生だった木山翔吾さんは性加害に関する暴露本を出版されています。 S マップへ、そして全てのジャニーズタレントへ、これがジャニーズ事務所の実態だった、木山翔吾著の中で詳細に記述されています。木山翔吾さんはジャニー喜多川氏のお気に入りジュニアの一人で、ユーを光源氏のメンバーにすると言われたことがあったが、性加害行為があったと明かされていました。その後、木山翔吾さんは性加害に耐えられず、17歳の時にジャニーズ事務所を退所されています。同時期の被害者の生々しい話により、デビューメンバーの内海浩二さんについても被害を受けていたのではないかという推測が広まっています。ジャニーズ事務所ではジャニー喜多川氏のみならず男性マネージャーも性加害をしていたことが明かされています。性加害をしていたことを告白したマネージャーについては、もともと佐藤敦弘さんを追っかけていた熱狂的なファンで、その後光源氏などのマネージャーを担当していたとされており、ファンの間では律郎と呼ばれる有名な人物だったようです。律郎氏から内海浩二さんへの性加害があったとは考えにくいですが、自分がリーダーを務めるグループの追っかけが後輩たちに手を出していたらショック以外の何者でもありません。一般的には性加害の被害者は PTSD を発症したりトラウマを抱えたりして生きていく方が多いとされています。内海浩二さんについても、長年事務所に所属してきているのであれば直接の性加害がなかったとしても、周りの仲間や後輩たちが被害に遭っている姿を目に耳にしてきているはずです。今まで結婚していないのはジャニーズ事務所の性加害問題などから人間不信状態になっている可能性もゼロではありません。一見独身貴族を謳歌しているように見えても、実は深刻な悩みを抱えているのではないかと邪推してしまいます。光源氏の元メンバーで現在は主に舞台俳優として活動している内海浩二さん、現在も結婚していないことは先ほども紹介しました。一時期は激痩せをして病気なのではないかと噂されたようですが、実際には度を越したストイックさが激痩せの原因でした。舞台で共演した人のブログや SNS によると、若かりし頃を彷彿とさせるようなキレのある動きやローラースケートを履いての演技で観客を終始魅了しているようです。50代になってもキレのある動きができるのは、ひとえに日々の自己ケアの賜物と言っても過言ではありません。毎日規則正しい生活をし、筋トレと有酸素運動を織り交ぜたトレーニングを欠かさずに行うことで、筋性の取れた抜群のスタイルを維持することができています。そんな自分自身の鍛え上げた肉体を鏡越しに眺めるのが日常の楽しみでもあるとのことですので、内海浩二さんは自分自身のことがかなり好きなようです。また内海浩二さんの仕事のモチベーション維持に一役買っているのが愛車の存在です。内海浩二さんが運転免許を取得したのは20歳の時で、その当時は光源氏がパラダイス銀河で日本レコード大賞を獲得した頃でした。多忙を極めていた中でどうやって運転免許を取得したのか疑問でしたが、どうやら自動車教習所には通わずに運転免許試験場で行われた一発試験で合格したそうです。内海浩二さんをインターネットで検索すると病気というワードがヒットします。そもそも内海浩二さんが病気であるとの噂が出回った根拠は何だったのでしょうか。調べてみると、どうやら2013年6月にフジテレビ系で放送された「うちくる」に内海浩二さんが出演した際に顔色が悪くとても痩せていたことから、何らかの病気を患っているのではないかと心配する声が上がったことがきっかけでした。ですが内海浩二さんは若い頃から色白で、スタジオに設置されている照明の当たり具合によっては顔色が青ざめているようにも見えたそうです。また光
光源氏時代から体を鍛えることが趣味であり日課でもあるため、50代になった今でも前述の通り体脂肪率は 8% から 9% 台を維持し続けています。食事面においてもストイックさが如実に現れていて、揚げ物や甘いものは極力控え、カロリーコントロールも行う徹底ぶりです。したがって内海浩二さんが病気だという情報は完全なデマであると言って間違いないでしょう。いかがだったでしょうか。今回は内海浩二さんの近況について見てきました。内海浩二さんは現在仕事量をセーブしながら趣味のトレーニングや愛車に乗る時間を優先させた生活をしています。主な活動内容が舞台俳優ということで、どうしても地方に出かけることが多くなるため移動日も仕事に含まれてしまいます。舞台の仕事を詰め込みすぎるとプライベートに割く時間が少なくなってしまうため、仕事量をセーブしているようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。